日常的に会話する中でお互いのなんか思ってることとかバレたり、逆に相手に伝わっちゃったりみたいな、なんかそういう部分を描きたいなと思今回思ってたので、できるだけこう身構えて喋ってる2人ってよりも、何かをしながら発する言葉から漏れ出してしまう、でそれを拾ってしまうっていう、なんかその関係値を見せれたらいいなと思ったので、なんか食事をしながらとかお酒を飲みながらとか、なんか全然そんなこと気にしてないよっていう風な動き方はしてるけど、やっぱ喋ってる内容とかつっつくところが実はすごく、いやいやそれ気になってるじゃんみたいな、距離が近ければ近いほど話しにくいなって思うけど、でも伝わるんだよなっていうのも逆に思ったりとか、なんか本当に僕今回キャスティングが難しいというか、何人かこうバーって名前挙げてもらったりとか、自分でも知ってる人をなんとなくこう考えてみたりとかして、でその中で季節くんはすごく早めの段階で名前が出てて、あすごく合いそうだなというか、僕もお芝居も知ってもちろん知ってたし、季節くんのことは知ってたので、やっぱ東京が肌に合ってないっていう感じが立ち姿から出ると一番いいかなと思っていたので、なんかそういう時にその僕はなんかそのこんな人のことを評価する立場じゃないんですけど、キツくんの持ってるそのなんていうんですかね、泥臭さというか、なんかあの人間味がこう全身から溢れてる感じがすごく僕は魅力的だなってその当時すごく感じていて、で長尾さんに関してはお兄ちゃんが本当に僕の中でなかなかこうイメージが定まらなかった時があって、でもなんかこういう感じでこういう感じでってやると結構僕の知り合いとかだとなかなかいない状態で、そのキャスティングの方がこういう方がいるよって言って写真を見せてもらって、でその写真を見たら、あなんかいいかもって思って、その本当直感なレベルなんですけど、でもお芝居を見たことないしお会いしたこともないからって言って、そのちょうどその時に長尾さんが舞台をやられてて、それをちょっとじゃあいきなりですいませんって言って見に行かせていただいて、その舞台終わりに長尾さんにちょっとすいませんこうこうこうでっていう風にお伝えをして、ぜひって言ったら長尾さんがあはいっていう、なんかえって思っていいんですかって言って藤原さんに一回断られてるから、はいそう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 僕もうドキドキしながらね、その季節くんの時にもうすごい肝が冷える思いをしたので、結果でもすごい嬉しい経験にはなったんですけど、やっぱ全体を通してその中村屋酒店っていうものにすごくフォーカスされて見ていただいた方が多くて、でその酒屋にも僕はすごく思い入れがあったので、純粋に心打たれましたとか、なんか帰り道酒ちょっと飲んで帰りたくなりましたとか、なんかこうちょっとでもその人の人生に関わってる感じが、まあ、僕は純粋に楽しかったし嬉しかったしっていうのもあって、ただなんかそういう人たちが見て少しでもそういうなんか面白みになれば、人生の面白みになればいいかなとは思ってたので、でいろんな方からも行きたい行きたい見たい見たいって言っていただけてるっていう現状がすごく僕はありがたいことだなと思いますね。実際にロケ地として使った中村屋酒店さんっていうのが赤羽に実はあって、中村屋酒店さんに OK いただいた時は、うわこんな素敵なお店撮れるんだって本当に嬉しかったんですけど、その撮影が進むにつれてこう実はこの酒屋さんを閉めようと思うっていうのを季節くんに店主の方が喋ってたみたいで、それを僕はその人伝いで聞いて、本当に思ってることとか素直な気持ちみたいなところを話していただいたので、酒屋さんを本当にありのままその姿で映したものとフィクションとして映像に残ったものとっていう、その2つも僕の中で残せたのはすごく大きいなと思っていて、劇場でラジオドラマ、映像のない音だけの物語から始まり、その後に本編映画が上映されます。なかなかそういう上映形態っていうものはそもそもないと思うので、それをまず、没頭して楽しんでいただけたらなという思いが一つと、なんか見終わった後に身近な家族だったり友人だったり、なんかなかなか会ってない人たちに連絡を取ってみようかなって思い出すきっかけだったりとか、なんかそういう人たちお酒を飲むときに、なんかコンビニじゃなくてスーパーじゃなくて、なんかちっちゃい
酒屋さんみたいなところでお酒を買って楽しんでいただけたらなと思うのでぜひ、劇場でご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。